世界では第6世代戦闘機開発が難航し、第5世代戦闘機が飛躍的に性能アップしているからです。日本の X 通信信も第5世代としては圧倒的な能力を備えていますし、IHI 社製 XF9 搭載し、すぐにでも量産できそうですよね。今回は、次期 XF9 エンジンの進捗状況について、詳しく見ていきます。ジェットエンジンも、第5世代で、飛躍的な性能アップ。防衛省も、F15 や F2 での搭載で、ジェットエンジンの実績を積めばいいのに。2022年12月に、日本とイギリスとイタリアの3カ国の政府は共同声明を発表し、この3カ国の間でのパートナーシップをさらに推し進め、2035年までに次世代戦闘機の共同開発を行うことを世界に向けて正式に発信した。次世代戦闘機の共同開発の事業は GCAP、グローバルコンバットエアプログラムと呼称することが告げられ、日本語で言うならば、世界的規模での戦闘航空計画とでも訳すべきもの頭文字である。日本とイギリスとイタリアの3カ国は、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて、従来までの防衛分野における協力体制をさらに拡大し、共通の価値観を根底に持つ緊密な協力関係を深化させるものと位置づけている。ここで言う共通の価値観とは、自由主義、民主主義、人権主義、法治主義等のことを指し示しており、まあいわばよく言われる西側諸国という括りで説明される、政治、経済体制を共有する国同士と解釈できる。その意味では、これまで、日本が太平洋戦争後に、唯一の軍事同盟の締結国として、ことに、防衛の分野においては、共同開発を行ってきたアメリカ以外の国との間で初めて大規模なプロジェクトの推進を掲げたことを意味するだろう。今回の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて開発され、その中心となる有人戦闘機は、日本においては現在の航空自衛隊が保有、運用を行っている F2 戦闘機の代替を担うものとなる。また、イギリスやイタリアにおいては、同様に、現行のユーロファイタータイフーンを代替する機体となることが希求されており、共に第4世代機と呼ばれている現行機を、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムによって置き換える想定だ。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて生み出される有人戦闘機は、各々の国で、2035年の実戦配備を目指すスケジュールで開発されることとなっており、この時期的な一致が、今回のプロジェクト合意の大きな条件となった理由だと考えられる。他の西側諸国においては、例えば、アメリカは NGAD、ニュージェネレーションエアプログラム、ドイツ、フランス、スペインは、FACS、フューチャーエアコンバットシステムで、次期戦闘機開発を推進している。ただ、これらのアメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアプログラム、ドイツ、フランス、スペインの FACS、フューチャーエアコンバットシステムにせよ、有人戦闘機の収益は2035年よりも遅いと考えられている。もともとの日本が GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機によって、代替を目指している、現行の航空自衛隊の F2 戦闘機も、アメリカの現、ロッキード・マーチン社との共同で、F-16 ファイティング・ファルコンを土台に開発されたものだ。そのため、日本が次期戦闘機開発を行う場合の共同開発国の筆頭には、数年前までならば、当たり前のように、アメリカとの共同開発が行われるものとの認識が、多数を占めていたわけで、今の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムのような展開は想像することは困難に思えた。しかし、F2 戦闘機の耐用年数を勘案し、
日本が出した答えは、次期戦闘機を2035年までに実戦配備するというものであり、本命視されていたアメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアプログラムとは、時期の相違が拭えなかった。また、アメリカの現、ロッキード・マーチン社は、今や、西側諸国が唯一調達することが可能といえる、いわゆる第5世代機戦闘機の F-35 ライトニング2を握っており、GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムにおいても、主体的な役割を果たすと目されている。これらの状況を踏まえれば、日本が、次期戦闘機の共同開発を行う相手先としては、アメリカ一択しかないと、当時考えられていたことは、当然の帰結ともいえ、GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムに決まったことは、なんとも番狂わせ的な着地にも思える。ただし、アメリカの現、ロッキード・マーチン社側から見た場合、日本が欲している次期戦闘機の使用は、アメリカが考えている NGAD、ニュージェネレーション・エア・プログラム、つまりは、いわゆる第6世代機ではないとの判断が働いたとも言われている。アメリカ側から見た場合の日本の次世代戦闘機の使用は、あくまでも、現行のいわゆる第5世代戦闘機の域を脱しておらず、また、想定される生産機数が100機前後という点から見ても、商業的に魅力のある市場と並差されなかったとの見解も存在する。このあたりイギリスは、GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムの前身でもあったテンペスト計画においても、いわゆる第6世代戦闘機の開発を標榜していたことから、日英とアメリカとの間で、考え方に、乖離が生じている感もある。まあ、いわゆる第何世代といった括りで、戦闘機を分ける見方というのは、実際に収益を始めた機体を、事後に周りが評価して、後付けで当てはめていくものとも言えるので、なんだ、かの具体的な尺度が、前もって確定しているわけでもない。その意味では、西側諸国で、唯一のいわゆる第5世代戦闘機である、ロッキード・マーチン社の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2を擁するアメリカ側は、その先駆者として、次世代戦闘機について譲れない尺度を有しているのだろう。さて、そんな西側諸国の次世代戦闘機をめぐる情勢だが、日本は、日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムを結果として選択したわけで、今後のその進捗が気がかりになってくる。日本では、GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムの実施に際して、全体の主管を三菱重工業者が、機関部を IHI 社が、アビオニクス等の電子機器を三菱電機社が中心となって担うことが決まっている。こうした布陣は、現行の現、ロッキード・マーチン社と共同開発を行った F2 戦闘機でも、ほぼ同様のものだったと言えると思うが、当時と大きく異なるのは、IHI 社が国産の機関部を実現させるに足る技術力を高めている点であろう。IHI 社は、防衛装備庁に対して、次期戦闘機用を想定した XF9 エンジンを、すでに、2018年6月の段階で、試作機1機のみとはいえ、納入を行っており、2020年7月までの納入後の各種のテストによって、その基本性能は、一定の評価を得ている。XF91 エンジンは、現行のいわゆる第4世代戦闘機である、F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F-100系のエンジンとほぼ同等のサイズに仕上がっている。そして XF-9 エンジンはテストによってその推力がアフターバーナー未使用時におよそ11トン以上、さらにアフターバーナー使用時には同 15.0 トン以上を記録しており、この数値は
プラット&ホイットニー社製の F100 系を凌駕している。XF91 エンジンのこの推力の数値は、F2 にラプターが搭載しているプラット&ホイットニー社製の F119 とほぼ同等であり、F3 ゴライトニング2が搭載する F119 の強化版である F135 には劣るとはいえ、世界的な水準に達したと言えるだろう。ただし、注意しておくべきは、XF9 エンジンは、実際の機体に搭載した状態を再現した形で、その能力を、測定可能な設備、装置を日本は有しておらず、あくまでも、そうした精緻な環境下で証明された数値ではない点だ。これを差し引いたとしても、XF9 エンジンには、可能性を感じるが、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて、イギリス側の機関部は、世界的なエンジンサプライヤーのロールス・ロイス社が参画している。その中で、XF9 の存在が、ロールス・ロイス社や、ひいては GCAP、グローバルコンバットエアプログラム全体にとって、どのように評価され、扱われることとなるのかが、今後の注目点となろう。